アドレスって難しいよね。難しい。いや、それだいたい何歩でそこにたどり着くかも分かるやん。ああ、はい、1、2、3と。そうそうそう。で、それは例えばザ、クラシックゴルフクラブに来ております。ザクラの、クイーンコースですね。7番ホールの350ヤードですね。上げ池越えのミドルですね。これどこ狙うの？これどこ狙います？一本木じゃない？一本木ですね。あそこ狙ってどっち曲がってもいいやみたいな感じですね。ちゃんと考えるドライバーの練習ホールみたいな。うん、ナイスショー。じゃあドローでいきます。はい、狙いは狙いは木スレスレから、あ、や、あのちっちゃい木からドロー。ちっちゃい木からドロー。いやー、プッシュ、やばい、これどんどん木までいかない。大丈夫大丈夫、なんか手前。これ良かった、あげて。うん。よくわからない。木にまっすぐ。木にまっすぐ。うん、ないしょ。当たりました。多分高さが足りてない。あ、ちょっと大輔さん写真撮っていいですか？募集します、質問。すぐ来ます。じゃあちょっと今インスタで質問募集してみます。質問なんてないやろ。いやいや、いっぱいあります。大輔さんが試合中で、はい、募集しました。なんかこいつはやばいなって思う、なんかショットとか、はい、なんかどういう状況でこういうショットとかした時に思う、なんかエピソードとか。一番は大学4年生の時に、はい、あの有名な松山英樹君と回った時の、そう、俺ドライバーで必死に打ってクリークでキャリーで越されました。戦えないと思いました。その前松山英樹さんと大学の時ですね。大学の時に試合でやっぱ違いました。やっぱ違いましたね。無理だと思いました。勝負にならない。どんなショットでももうダメなんですよ。イライラしながら65ぐらいだったけどね。こっち必死に74ぐらいだったけどね。今日は桜やけん曲げてもなんとか残る広いけん。ありました。うん、いや、フライヤーストラムね。大輔さん、松山英樹さんと一緒に大学時代試合した。松山英樹選手やばいね。それはやばくない？えぐいやろ。すごいね。すごい、経験が違う。やばいね、世界や。106ヤードラフか、結構ボール浮いてそうやね、うん、ちょっとあのテゲテゲチャンネルの翔吾さんに教えてもらった、サッて打つ感じで。はい、高1でいきます。はい、ナイス。やばいとこ止まった。戻れ戻れ。よし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 。縦距離は多分合ってると思う。縦合ってたね。うん、ナイスショー。はい、乗ったらいいよ。乗ったらパートロー、なんとか108ヤード。はい、アゲンストです。アゲンスト。軽く行きたいんですけど。はい、そういうこと言ったら多分この木が邪魔になるから51で頑張ります。51で飛んでくれって思いながら、多少突っ込んでも傾斜で戻ってくるよね。どうぞ。はい、傾斜強いです。おお。あ、うわ、上行った。上行った。戻ってこい。あ、止まった。止まりましたね。何やってんだよ。キャリーで上行きました。ちょっと頑張りすぎた。ギリギリ残ってました。ギリギリやりました。127ヤード。はい。9番でちょっとフックいきます。フック。うわ、これも棒玉でかい。上行ったよ、上行ったよ。めちゃくちゃ上行った。
うまいこと打つぎた。え、今何番ピッチング。こんなね、やっぱフックに入れると飛ぶよね。あー、フックに上げとったからでかかったね。低くチャンで打とうと思ったの。いや、もう木の右から。あー、こうね。キャリーはどこら辺狙おうとして。キャリーは下の段に落ちればラッキーって、ね、あー、なるほど。上の段に直接落ちんかったらいい、うんうん、いいでしょうと思ったけど。むずいね、やっぱ、うん、このバンカーが地味に効いてる。あー、なんか転がしでも手前止まっても、うん、手前に多分花道が落ちると思う。うん、YouTube ちょっと意識しちゃったんじゃないの。ここにちょんと打ちたいけど面白くはないですね。カメラに言うと攻め方変わってくるから、ね、カメラあるとね、それはわかる、うん、なんかうおーってしたいの。うおーってね、欲が出るよね。パターズとかウェッジでやってくれたりしますもんね。これはもうダメですね。なんこれ。これはボギーでいきます。52度で、うまい、うまい、これはうまい、うまいね。うまい。ナイスナイスナイスです。ナイス。下にボール落ちてます。ありがとうございます。ナイス。これ以上打てないです。めっちゃうまかった。奇跡でした。よく無欲の勝ちですね。あんなとこ乗ると思うかった。こういうの頑張っても一緒なんです。すごい傾斜です。パーパット頑張るしかない。よし、じゃあバーディーパッティング。はい。弱いなぁ。ああ、全然下らん。こっちからでもあんま下りない。ないんや。絶対は下らんの下りもんな。あー、それもしやっぱ。だからフックってなるでしょ。おぉ、惜しい。ボギーっす。はい。うんうん、ナイス。ボギーナイスだ。しょうがない。これしゃあね。ケイさん、これスライスでいいですか。大事。うん、ナイス。ナイスパー。ナイスパー。お疲れです。ありがとう。準備に。あー、そんな切れんか。おい。おい。じゃない。切り替えよ。うん。並んだんじゃない？並んだ。2オーバー。ナイスです。あー、ナモもう1アンダーに乗ったか。いやー、そこむずいな。切れたり切れんやったり。後ろからじわじわとね。もう追いついたけど、ね、追いついた。質問来た。じゃあ質問来ました。早くない？早くない？すごいですよね、リアルタイムで、パーオン率を上げるために必要なことは。アプローチ練習だと。アプローチ練習。アプローチ練習、パター練習。やっぱなんでパーオンが減ってくるかっていうと、はいはい、絶対乗せなきゃって思うから力みが出るよね。でアプローチが得意、パターが得意、はい、アプローチが得意ってなったら、はい、別に乗んなくてもアプローチしてパターでパー取れるよっていう気持ちになるやん、はい、ってなるとセカンドの気持ちが楽になる。だからまずはパーオン率上げたいんだったらパターとアプローチをしっかり練習した方がいいと思います。いい逆の発想、すごいね。ショットの練習じゃないの。自信がついてくるともうより別にまあ外してもいいやっていう気持ちから乗りやすくなるってい う。パーオン率が上がってきたら今度フェアウェイキープ率が上がってくる。あ、それはなんかね、考えたことなかったね。逆の発想だね。うん、すごいね。なるほど。だからこういうのもちょっと長いやん、ショートで、うん、182かピンまで。こういうのも、うん、だったらなんか、まあ、右ピンやしちょっと左、まあここら辺あれやけどバンカーに囲まれとるけど、でもまあアプローチが良かったらね、それこそまあ乗らんでもいいやっていう感じで適当に行くの。アプローチ下手かったら乗せな乗せなってなるもんね。なるほどね。どん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 ドツボにはまっていくっていう。気持ち的に面白いね、それは。
パターンが得意だったらアプローチも、あ、大体あの辺に打っとけば、あー取れるわってなったら気楽に打てるから、楽に楽に全部が楽なの。まずはだからパターンをしっかりやった方がいい。やっぱ要するにプレッシャーを感じると人間できることもできんくなってくっていう。勉強になります。いや面白い質問、この質問ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、何ヤードですか。182とか182。フォローで打つ。フォローはないらしいです。あ、そう。フォローないんです。9番アイアン。9番アイアン。奥が怖い。スコマント。9番アイアンの精度で。9番アイアンの精度で。5番ユーティリティですね。5番ユーティリティ。まだユースケはそういう技術持ってない。182やったね。はい。おお、バンカー越えた。ホイロンやった。あんだけバンカー囲まれてるのに。あそこでバンカー入らんわ。すごいさっきも。ユースケ、ボケに対してツッコミをできるようにならないか。今すごい画面注視して。ちょっと関西遠征かなんか行こうか。関西。そろそろ。6番に行きます。はい。すげえ入り。でかい。でかい。フォローないの？フォローない。ないね。もう見ていいかもしれない。じゃあ僕も6番で。はい。ちょっと短く持とう。フォローある。上から吹いて。ボールを滑らかに。上から行ったか。俺プロジェクト X あったかも。俺6番だけプロジェクト X 今試しに入れたの。良さげ。うん、良さげ。捕まった。いい。大輔さんの ボケ殺ししちゃいました、ね。気にせんでその。次多分ボケてくれるけどまた。それすごいね質問リアル。質問はい。うん、多分時間を置いて持ってくる。方向性をよくアドレスする方法、ルーティン等あれば教えてください。アドレスって難しいよね。難しい。いやそれやとそれぞれやけんね。俺はでいい。はい。俺は打ちたい方向を見ながらそのままアドレスに入る。打ちたい方向を見ながら入る。見ながらそのまんまこうもう下に見ない。え、それはボール見ちゃってまたビッて見ちゃうとか。いやいや、それでもいや、そのアドレスに入るまでね。おお。だから大体のさ、ティーアップしてるとか、はい、フェアウェイのボールの位置って大体こう後ろから分かるやん。はい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 。例えばボールがありますね。はい、で大体何歩でそこにたどり着くかも分かるやん。ああはい。1、2、3とか。そう。で俺は例えばじゃあピンに打ちます。ただちょっとこうピンを見ながらこうアドレスに入る。ピン最後にこうボール見る。あ、ピンを見ながら、あ、もうこれ打ちたい方向を見ながら、そうボールまで行く時もずっと見てるってことです。そうボール見てない。こう行かないんですね。そう、そしたらもうどこを見てるかわからなくなる。あ、じゃあもうこう見て、で、足とか肩とか決めてこう打ちたい。そうむずって、これはね。へぇ、動画見てください、全部俺そうなってると思う。あ、もうルーティン化してるんですか、それ、うん、はぁ、パターンも一緒と思う。じゃあこれ1個のまあやり方として試してみるっていうのも絶対ありやね。それでしっくりくるの。試してダメだったらやめればいい。あ、まあ確かに、うん、おもろいね。おもろい。トールは結構ボール、俺こうやって手前決めてでこう決めてみたいな感じ。うん、多分珍しいタイプなんじゃない。俺結構人のルーティンめっちゃ見るけど。うん、マジでやばやばいってやばいなんでここ受けてないですよね。前にこう行ってますよね。はい、ピンにエグいんやん。まっ、分かる。こう傾斜ないピンまですごい傾斜なのに。うん、やばいわ。いいウェッチなんですよ。いやいや、腕もウェッチもいいウェッチを使わせてもらってるね。これ入んないと意味ないからね。入って初めてないから、ね、めちゃめちゃ速そうです。なるほど。いや本当にすごい下ってる。
かんね。意外といかん。うん。意外といかん。なんか変な鳥おらん。変な鳴き声してる。ほにゃほにゃ。トモタンのマーク。しっかりここはパーで。さっきみたいなちょっとスリーパットやめたいな。よし、来い。おへれ。うわ、うわ、惜しい。ナイストライ。おぉ、うん、ナイス。危ない。一周、綺麗に一周した。割れてきた。切れるとしたらどっちだろう。スライス。下がる方がいいですね。左にカップを切るんですね。ナイス、うん、ナイス。ありがとうございます。いやー、ナイスアプローチ。やばい、なんか右に出しような。持ってな。うん、あー、ちょっと持ってない。右に出して今。いやー、持ってなかった ね。いや、もったいな。三つのあったし。大輔さんのアプローチすごかった。ウェッジのおかげです。傾斜やけど。見て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 、これこれなんてやつでしたっけ。モダート。あ、モダート。最高のウェッジ。これすごくいい。有名。モダも買おうとしよったやつやろ。ずっと今のアーティザンに出会うまでに、うん、ずっとゴルフ始めても何年かくらいからずっと憧れのウェッジがモダートの SD っていう。もうすっげー高いよ、ね。うん、8万ぐらいしちゃったよその時で。でも、もうお客さんに出してもらってこんなにいいウェッジはないと思ってずっとそれをいつか買おう、いつか買おうって目標にしてて、福岡に引っ越してきて、たまたま入ったショップで、モダートありますかって聞いたら、うちは取り扱いをしてないんよってなって、でも、うちに一番人気のこれがあるよって出されたのがアーティナルで、それを売ってみて、えってなって、それが値段が3万ちょいぐらいで、ちょうどウェッジを買えようと思ってた時で、ずっと憧れではあったけど、もう俺もめちゃめちゃ良かったから、とりあえず買おうって、先にアーティナルを買ったから今使ってるけど、ずっと憧れて。じゃあそこでアーティナルなかったらまだ憧れて目標出たもん。買おうとしてたと。本当にずっと憧れ。最初ホール、クイーンの9番ホール、パー4の432ヤード。結構長くて、で真ん中に池があって、あのちっちゃい木があるよ、右の。あっちの木の、そうね、方に俺は打つかな。木狙い。ラスト。はい。トール君は捉えた。はい。捉えられました。あと、大好きな2オーバーで俺が3オーバー。あと1人。ナモタンはなんだ。スナイパーみたいなね。ナイスパー大好き。ナイスショー。完璧や。完璧やろこれ。一番いいとこ行ってます。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスです。今もう後ろからついてきてミラーに映っとるんよ。で、抜くためにいつ右車線に行こうかっていうところに煽り運転中じゃん。怖いもん。もうずっとチラチラ右に出るタイミングで。あっ、あら、あら、ダーン。そろそろ右車線行こうかな。今ハザード焚いてちょっとさ、お先どうぞってやるよね。手でこうやったかもしれない。怖いけん言ってくださいって。フェードも打ってないけど、ナイスショー。もうちょいか。ちょっとやばい。いや、行ったかもしれないですね。やばそう。うん、ちょっとやばそう。いや、大丈夫だな。多分、あの転がり方だったら、ちょっとべちゃべちゃってなって、あんま転がってない。めちゃくちゃいい球やったけどね。うん、いや、でフェードの時はやっぱ低くティーしたい。いや、上からこう、上からイメージが出る。高いティーでフェード打つイメージが出ない。出ないな。より上から。そうそう。ティー低くしとったらさっきみたいに、左まっすぐみたいなのは少なくなるかな。
いやでもそのロケーションとかによっては上からまっすぐかぶって、はいはいはい、こう来ると左にスポーンっていくから、そこは気をつけないと、ね、フェースがクローズになって位置とかアウトサイドインとかね。大輔さん久々にいっぱい来てます。おお増えてます。そのテイクバックどうにかならないんですかって言ってない。あいや、その類で独特のスイングですねっていう質問じゃないですね。これね、ちょっとこれ言わして。はいはい、これね、これ冗談とかじゃなくて、はいはい、あのみんなと同じように振ってるつもりなのよ。はい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 。で、普通にもう基本オーソドックスな感じで振ってるつもりなの。でも動画見たらああなってる。あ、でも俺はああしてるわけじゃない。あ、じゃないんですか。あ、だから俺素振りできるやん。はいはいはい、はい、素振りは普通にできる。ちょっと素振りは後で一回見せてください。だから球打とうとしたらああなっちゃう。でも曲がらんけん、それで、うん、曲がらんけん別に変える必要もないかなと思って20年やってきた。ジュニアの時から、うん、ジュニアの時からあんな感じ。綺麗にして曲がったら意味ないし、うん、ちょっとでも恥ずかしさはあるけどね。あるんですか。若干ね。だいたい練習場とかで練習してたら舐められるタイプ。これ。あ、そうなんですか。そんな上手くなさそうみたいな。そう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 。145です。はい、狙いは、まあ、広いので右のバンカーでも OK、左の花道でもいいので、とりあえずそこの池にだけ入らないんです。池に入らないよ。8番でいきます。8番で。乗ったみたいです。乗ったらしいです。さすがです。あらす。この難しいところから。これはもうちょっと100点です。もうあんまりもうおまぐれぐらいです。いやー、ナイス。危ない。ちょっとじゃあ一回素振りをお願いします。素振り、素振りとその打つ本当にスイングが違うってことですか。素振りはね、はい、いや分からんよ。これもできとるか分からんけど。あ、はい、いや普通にできるわけ。皆さんこんな感じです。素振り、え、普通。あ、やっぱでも打ってるスイングと素振りのスイング違う。違いますね。へえ。140ヤード。はい。9番で。9番で。地面すごいですね。ビチャビチャで。変でしょ。変、なんかあれですね、ちょっと素振りとだいぶ変わりますね。そうなんですよ。池入ってました。はい、ちょっとドロップします。はい、118。まあでも、はい、ここもボギーでいいやで。118、うん、118。51で、51でもうボギーでいいやで、いきます。右から風か。入った？セーフ。よし。お、三つ。じゃあ58でいきます。はい。ノーナイス。ナイス。いいね。やばいやばい。ナイス。アプローチマジでいい。ありがとうございます。これマジでナモタンのあの秘伝のタレが効いとうね。秘伝のタレ効いてる。よし。じゃあお先行きます。行きます。うい、ナイス。ナイス。ありがとうございます。あ、俺からがいい。濃い。うん。うん、惜しい。怖いマジで。パターも合い出したね。パター合い出した。ね。あ、ナイス。失敗です。狙いが分からんもん。来い来い。あー、惜しい。惜しい。ナイス。ナイストライ。ナイス。よし。いや、強え、みんな。うまい。やばい。では、
がとうございます。前半終わりました。はい、ジョナです。おはようございます。ナモさんがワーナー。ワーナー。すごい、さすが。すごい。と、ツアンダ。ツオーバー。あ、ツオ、ツオーバー。ツオーバー。ナイスです。では、僕は4オーバーか。でも、耐えてるね。池とかやってるから。いや確かに、ちょっと後半じゃあチャンネル記録がかかってるんで、チャンネル記録は今のところパワープレイ、大輔さんのパワープレイなんで、うん、だそうです。アマチュアはね、ちょっとアマチュアそこに挑戦して、うん、いけるね、チャンネル記録が出るってなると力力いいじゃあちょっと後半もこんな感じでいきますんで、はい、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。お願いします。ではインスタグラム、僕らやってますんで、ぜひ概要欄から、フォローお願いします。お願いします。この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。As long as you finish, consumers find a way inside your business. Babbling, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they hope you fall in it. 制作チームみたいなの書いてある。登録がいっぱいいっぱいの時は俺がもう仕切っていかないから。忙しい時。